いた。なんか飲みたい。ちょっとせっかくなんでワンピースのやつやってるんで、売ってるかな、なんか飲みも。うわ、レモンが多いんか。まあ、食後の早飯に食後のマグカップ。おいおいぞ、うまい飯を出すやつに。ナミのキラキラみかんカフェ。いいな。飯はうめえな。酒にはある。それに彼が。はい、とりあえず注文終わりまして席に着きました。うわ、すごい。ハイドリがすごい上を走っている。で、今回やった頼んだのがナミのみかんパフェ。お盆でかいな、お盆でかいな、これの割合で。ちょっと飲み物がね、なんか限定の飲み物がなかったんでパフェりました。ちょっと食べよう。喉乾いてるけど、まあナミのね、ナミといえば俺みかんなんで、これあれか、タトゥーか。へえ。っていうか、スイーツめっちゃ久しぶりやな、食うの。甘いもん食うの久しぶりやぞ。生クリーム入ってるやん。ちょっとよく見せますわ。みかんとチョコのプレートと生クリームと、なんか層なってて、うまそうです。いただきます。うめえ、みかんうまー。うわ、ほらプルンプルンよ。このなんか青いのん、ゼリー状のんと、下がなんやこれ、なんやろこれ。ミルクプリンみたいな感じかな。うまーうまーい、うまいわ。チョコいただきたい。だいぶ暗くなってきたんで、もうそろそろやっぱ帰ろうかなって感じなんですけど、最後に僕が一番好きな景色、夜景というか景色見れる場所があって、僕が一番好きな場所があるんで、そこ寄って帰りたいなと思います。うまいわ。おい、みんな大変だ。どうしたんだルフィ。テラス席に空飛ぶ恐竜がいるぞ。空飛ぶ恐竜ですって。私も長く生きてますが、さすがに空飛ぶ恐竜にはお目にかかったことないですね。そうですね。襲われる前に早くドア閉めて。ドア閉めて。なあサンジ、ここにいる恐竜食ったらうめかな。いや食うんかい。確かにルフィやな。ルフィすぎるな。一応運動がてら狩りに行くか。やめとけ、お前じゃどうせ無理だろ。
だいぶ暗くなったんで、夜まで USJ おるときやったら絶対に行ってちょっと座る場所、座るだけの場所なんですけどがありまして、最後そこ行って帰ろうかな。やっぱいいなあ。あーここです。あーでもここいいのよね、ちょっと人少なくていいのよね。じゃあちょっと皆さんにも見せますね。はいはい、こちらです。ここね、なんか真ん中の湖のところ、パークの真ん中らへんにあるね、湖のところのほんまにちょうど湖の真ん中ぐらいまで来れるんですよ、ヘリで。そうなんですよね。で、ここはね、めっちゃ結構パーク内をね、一望できてね、昼来てもいいし、夜来てもいいんですよね、これ。どうですかこれ、この水面に映る感じ、ここいいんですよね、マジで。何がいいって、あんまり人いないんですよ、ほんまに少ない人。今も後ろに数組しかいない。ベンチもあっていいんですよ、いい感じ。場所はね、なんて言ってんかな、こっち側がジョーズのエリアだから、ジョーズの目の前の道を左に行ったらいいかな、ハリーポッター側から来たらみたいな、あのワンダーランド、エルモとかのワンダーランドのところからの方角から来たら、ジョーズの前らへんを、アトラクションの前らへんを左っすね。でこっちがなんかメルズドライブインとかレストランがある方角なんですけど、そっちっすね。なんか中庭みたいな感じのところです、のヘリのところですね。いかがだったでしょうか、夜景の方。すごいでしょ、めちゃいいんですよね、ここね。ほんまにほら、やっぱり綺麗。まあ今日はこんなもんかな、夕方の5時ぐらいにやりだして、そやの、今8時15分。ほんまね、年パス更新してね、終わるつもりやったんですけど、せっかくやからほんまにブラブラしただけやったな。何もこれしたっていうのはないんですけど、ハリドリ乗っただけやからな。でもバックドロップ80分待ちが30分で乗れたのはでかかったっすね。あんねんな、やっぱそういうことね。 USJ たまにあるんですよ、なんか大幅に巻くことが。ラッキーだった。ワンピースの波のパフェもめっちゃ美味しかったし、あれはおすすめっすね。みかんとゼリーと、なんかブルーのちょっとソーダっぽいゼリーとミルクプリンみたいな、でまた下にみかん入ってました。みかんめっちゃ入ってた、すごかったな、美味しかったな。やっぱ今年もね、せっかく年パス更新できたんで、今年はUSJ 関連の動画ちょいちょいできたらなと思ってるんで、興味ある方よかったら見てください。いろいろね、なんか企画考えてね、やっていけたらなと思ってるんで、さっきもほんまにそれこそ待ち時間表示正確なのかとか、巻くのか押すのかみたいなとか、ちょそんなとか検証したりとかね、新しい食べ物とかアトラクションとか、いろいろもうやることはあるんでね、 USJ やったら元取ろう。やっぱり年パスは元取らなな。今日はもうこの辺でちょっともう帰りたいと思います。ちょっともう短い時間やったけど汗かきすぎた、マジで。
やばい。これ夏これから来る人はね、マジですごい暑いと思うんで、水分補給とその暑さ対策して、ぜひ行っていただきたいなと思います。もっと楽しくなると思うんで、ね、しんどなったらもうめちゃめちゃおもんないから、いろいろ YouTube でもやっていきますんで、よかったら見てください。じゃあ今日はもう帰ろうかな。はい、じゃあまた次回見ていただきたいと思います。すっごい見られた、掃除の人に。そりゃ見るよね。それでは次回また見ていただきたいと思います。はい、あるっしょ。